もう少し進めば、道尺のために建てられた寺に着く。この地へ来たのは、何か感ずるものがあったからだ。それって、あの地下空間で何かを感じたってことか？うまくは説明できぬ。不捨と愛、過去に戻ったかのような作夜叉の一生とは、よく言えば勇猛であり果敢だが、その実は、殺戮によって占められている。壮絶な戦いを経て死ぬことは、不捨にとっては本望であろう。我もそうだ。我は長く生きすぎた。人を救うために死ぬのなら、それも悪くない。ああ。あるいは、我のような考えは、ある種の狂気と違わないのかもしれない。おい、そんなこと言うなよ。そうだった。牛尾に託された大事なことなんだ。なんだ？牛尾には鬼を払う力があって、鬼から身を守るためにあいつは使われてきたんだ。でもイットに会ってからはずっと一緒にいる。牛尾には理屈とか道理とかそういう難しいのはわからない。ただ一緒に生きると一番楽しい、そう思った人についていくだけなんだ。本来この世界で生きることに決まりなんてそんなにないんだと思う。だから夜叉の力が人に害を与えるとしても、みんなと一緒にいられない理由にはならない。そうだ、例えば神の目を持ってたら多少はその力の影響を受けなくて済むんだろ。それに、とにかくお前のことを気にしてるやつはいっぱいいるってことだ。その言葉、まるで不捨たちのようだな。奴らはいつもそのように言っていた。世が公平となれば、人間たちと共に生活するのだと。大義盤にあった不捨の姿は狂気に満ち、常に、金宝や見ぬといった称号で周りの者を呼んでいた。金宝とは我のこと。そして見ぬとは深淵大将のことだ。他にも、羅漢大将、抜難、過疎大将、王達がいる。世の者は我ら五人を、千秋夜叉と呼ぶそうだ。不捨とイエランの先祖は地下に取り残された。つまり、二人が最後に抱いた思いも、あの空間によって読まれたということ。イエランの言葉はいずれも事実だ。我と彼女の策には、双方欠点と正しいところがあった。お前らの協力がなければ、ここに来ることはできなかっただろう。最後の瞬間。それでも十分すごかったぞ。縁起もイエランも間違ってはいなかったが、我は常に最悪を想定していた。その思考は根深く。それでも、あの時、もし帝君が手を差し伸べてくれていなければ、我は生きてあそこを出られなかっただろう。結局は、迷惑をかけてしまった。でも、それが普通じゃないのか？お前と勝利、じゃなくて、お前と元王帝君は深い付き合いなんだろ？お前もいっぱい助けてきたんだし、帝君の方がお前を助けてもおかしくないだろ？うん。あの空間から脱した瞬間、不捨の記憶をかすかに感じた。今回得られたものがあるとすれば、それだ。一人でも多くの者が奴の記憶を持つのも、悪くない。
ミヌ、どこへ行っていた？夜叉の兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白よ。あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白よ、白よ。お前が白よなら、我は何者だ？こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るだと？ならん、お前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印？そうか。我は戦うために来た夜叉。兄弟、おい、大丈夫か？この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白夜、お前は家が恋しいか？兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、恋しいに決まってる。我にも家族がいるのだろうか？兄弟とかか。いるんじゃないのか？兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか？兄弟、どうしたんだ？死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。金鳳、お前なのか？誰が金鳳だ？まだ覚えてないのか、お前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体？我の。思い出した。お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白夜。正気に戻ったのか？せめて名前を教えてくれ。アニジャ、フシャのアニジャ。おい、フシャ。フシャ。我の名はフシャ。その意味は、不祥は散り、万般を射す。今日は少し話しすぎた。だがお前と話すときはあまりか。お前は一度でも天命を感じたことはあるか？今に至って我は理解した。天命とは。ショウ。かまわ。帝君はお前を見届けるものだと言っていた。世の中のことはお前と語るべきだろう。バツナ、ミヌ、王達は命を落としたが、フシャだけは行方不明のままだった。これは棘のように我の心に刺さっていた。これでようやく、かつて双眼共演で起きたことを知り、あの時、空間を出る前に石を手に取った。もしうまく持ち出せていたら、残念ながら、それは残らなかった。我ら五人の誰よりも若かった道爵は、千年前の魔人戦争で死んだ。あいつが戦死した時、夜叉は師匠と隣り合わせだ。まるで空を飛ぶ鳥のように各地へと散った。
抜難曰く、不赦、白陽、そして勝士たちは英雄か。いい言葉だ。厄災は尽きぬが、属性には情がある。たとえ修羅であろうと、お前の言う通りだ。ここから先、世の英雄たちを。ズレズレなるままに暮らし、すずりに向かう。